アゴミサ・ナゴンの誰でもラジオの加藤アゴミサイルです誰でもラジオは SBS ラジオで毎週月曜日の夕方5時45分から放送中ですそれでは今回の配信スタートですお気を確かに改めましてドラッグクイーンの加藤アゴミサイルです同じくナゴンアパシャナタでございます、うん 1>, 1月1日といえば、うん、皆様何をしていらっしゃるでしょうか、うん、実は私事なんですけれども、うんはい、1>, 1月1日は戦争の日なんです戦争の日って何、はい、争うんです福袋商戦、うん、<laughs> <laughs> こちら私もう1月1日2日 2>、うん、3日まではいかないかな1日2日はね<ー>毎年大忙しいございます朝っぱらから朝から並ぶの朝というかもう深夜 彼並ぶ時もあるしご苦さんねいや<う>本当ですよニュースとかでねよく昔さ、うん、百貨店の前にさ、うん、なんかあの深夜から並んでるみたいないやそうですよあ,ああいうタイプそうあのいあの一味、うん いや、さあやりがいがあるよね。いや、本当ですよ。いや、でもあれなんです。実はあの何も考えて並んでない並んでるわけじゃないんです。あのすごいね頭の中で考えてるんです。まああの並んでる時から実はもうあの始まってるんです戦いは。あのまあ私は惑わすタイプなんですけど、私が狙ってるものがワンちゃんこの前の人全部あの取られちゃうかもしれないってなるので、私はもうそこで頭をひねって考えた結果大きな ここの何々すっごくいいよねっていうことで私の全く興味ない店の情報を <laughs> あの流して操作するっていうまた <laughs> よくないよよくないと思う私でそれで、うんうん、それをうっかり聞いてしまった前後の人たちは、うん、あれですよあのあそこのあれがいいんだねって、うん、もうそこも一番最初にまず行こうって思って、はい、ちゃん行ってみよう,かなかそうなんで,すで私は悠々と入ってってこう好きなものをシュッて取ってレジに行くっていうの、うん い,もいろんなところ行くので、私は本当にま,あまず行くのは、結構ね、食品系が多いです私<ー>、私、買うのは。 もうウェブで先行して抽選されて、あの騰落が出てるやつはしょうがないんですけれども。うん、もう一月一日のオープンから開始ですって言ったところは、絶対並んでますね、<ー>大体。あの <laughs> まあ、だいたい大型のショッピングモール多いんですけど、<ー>そこに入ってる、まあ、例えばケンタッキーだとか。<ー>マクドナルドだとか、と<ー>、ほん銀だことか好き。あの、はめっちゃ。銀だこたこ焼きの詰め合わせ。たこ焼きの商品券が。 商品家がねプラス今年は何なのかちょっとまだ分かんないですけどみんな行ってみないと分かんないんですけどあと何かこうタコ飯の素ととかあそれはいいわねあとスタンプ券が入ってたりとかスタンプ券は何がなのよだからスタンプいっぱい貯めたらたこ焼き一船プレゼントとかのその何加速装置みたいな加速装置スタンプ加速しますみたいなプラスもう一個しちゃいますよみたいなそういうのがあって。 予算決めてるの毎年えっとね七万から十万ぐらい。 微妙な数字ねでも本当に1袋23000円で売ってるやつもあるしただ大きなものその金で3万とか5万するようなやつとかはそんなに買わないかなあなるほどねあよかったそんなんばっかりバカ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 買ってると思った大丈夫かしらと思ったんだけどちっちゃい服をちょこちょこ買っていっぱい買ったいっぱいお金使った楽しいってなってそういう満足感を得る満足感を得るそうあとミス ーナツもおすすめ焼肉キングとかもおすすめなんかいろいろ出てくる皆さんスポンサーになってくださいねちょっとこの人宣伝してますよあのね関係者の方いたらっていう感じなんですけど焼肉キングはね本当にね面白い何で面白いねついてるものが何いだけどちょっと金額忘れちゃったんですけど商品券と焼肉食べ放題の商品券とあとお肉のブランケットついてますお肉のブランケットって何よ それってさ誰が使うの私私は絶対使わないよそんないやいいですよんかその本当になちょっと斜めをいくぶっ飛んだ発想があるんかその粗品とかもすごく福袋っぽくないですか静岡だとなんだろう天神屋とかももちろんおすすめですし何もらえるのおでんの静岡おでんの詰め合わせみたいなレンチンするようなやつとかお湯で温めるやつとかあとあの タヌキのおにぎり有名じそうそうそう,そう、うん、タヌキのおにぎりが確かね、うんえー、2023は入ってたようなそうなん気がするの。あ 生のもの入ってるんです大体すぐ食べなきゃいけない系のやつそりゃそうよねだってあんたで考えてもさいろんなとこでそんなもんさ全部生のものだったらさ食べれないって終わります私1月あと何あのたぬきチップスポテトチップスのたぬき味みたいなやつとかいろいろ入ってましたね羊羹とかも入ってたし全然ますまあねふくふくろチックねあれしたかこれ正月のデパートなんてはい もう40年ぐらい行ってないね本当ですかそう人がいっぱいなとこ絶対嫌でも行くのああ、ま確かに残り物でいいやっぱり残り服で十分残り服でじゃなんかちょっと実はまだ2023の福袋でねあの消化式ってでもあるんで持ってきますすごいじゃんまだ全然ありますよ1年かかって紹介できなかったのねはい。まだ開けてもないのもあると思う本当に買うだけじゃんだ良くないと思うあの赤い福袋っていうものを見ちゃうとね絶対買いたくない あるんですよ私あ<ー>よくないねよくないね <laughs> 今度のボーリング大会の景品にしましょうぜひそうそうそう <laughs> 1>, <laughs> 1週間後のね <laughs> そうそうそう,そうもし気になる方いらっしゃったら SNS ですとか見てくださいというわけでですね <laughs>、うん、あの本日は私の,あの福袋事情についてよかったのかしらこんなんで<笑><笑>お話しさせていただきました <laughs> はーいあごみさ納言の 誰でもラジオの名護アパシャナタでございます今回の配信はいかがでしたかそれでは次回もお楽しみにありがとうございました